はい、皆さんこんにちは、YC レーサークラフトです。はい、では今回何の、テーマかと言いますと、またおなじみのトラックアウォレット09の、解説というよりかは、ちょっとエイジングしたものと、そしてさっきできたばっかりの制作したてほやほやの新品のですね、まだエイジングする前のものと比較していきたいなと思いますんで、見ていきたいと思います。左から、全部オールヌメのね、肌色の革のタイプ、そして真ん中が丸染めブラックですね。そして一番右がこちら私の私物となってくるんですけども、岡染めブラック、ちょうど3つが今揃っておりますので、せっかくなんで動画にしたいなと思い、撮りました。では見ていきましょう。はい、それでは早速見ていきたいと思います。ちょうど3種類全部オールヌメ革でございますね。今回ホースバットとクロムエクセルの製作はしておりません。では順に見ていきましょう。はい、ヌメ革肌色のタイプ、ステッチは、ロービキホワイトを使っております。0番という一番太い太さの糸を使っているんで、すごく存在感のあるステッチの仕上がりとなっております。そしてボタンに関してはジャンパーホック、オール金具はですね、ニッケルシルバーカラーをしております。ニッケルシルバーを金具を使用しております。はい、見ていきましょう。やっぱ肌色の方がちょっと比べてみますけども、まあ、部位によるのかな、結構虎模様がなんか結構くっきり綺麗に出てる気がします。まあ、黒のね虎模様の部分があればそれは結構くっきり見えるんですけども、肌色の虎模様は肌色のこの虎模様でまた新鮮ですね。厚みはこんな感じで結構分厚めのウォレットにはなってきます。その分すごくタフで力強い財布になってきます。開けてみましょう。はい、ちょっとネームを入れさせていただいているんで、指で覆って隠しさせていただきます。はい、こちらおなじみの3段ポケットですね。よく使うメインの3枚はこちら、そしてその裏には隠しポケット、まだ硬いんで全然開きません。すごくちょっとこうハードな革なんで全然開いてくれませんね。そしてちょっとコイン、その前にファスナーを、ファスナーはユニバーサルですね。1940年代から始まったブランドユニバーサルを YKK が復刻したものとなります。はい、ちゃんとユニバーサルの刻印も彫られておりますんで、つまみはちょっとつまみやすいタイプを起用しております。はい、開けるとこんな感じですね。やっぱポイントはマチですね。コインマチを設けることによって小銭の部分がすごく見開きが良くなります。やっぱここがないともう全然取れないと思うんで、まあ、あるとないとじゃ全然使い方の利便性が変わってくるかなと思います。そしてその背面にもカードスリックポケットが隠しでありまして、4枚5枚程度は入りますね。そのフロントの部分はロゴマークがあって、こちらはライセンスポケット、1枚だけカードが入ります。基本的には免許証とかですね。はい、ジャンバーホックのオスがついており、お札はこちらでございます。結構深いんで奥まで入りますね。ちょうど1枚札がほんとぴったり収まる感じのサイズになっております。で、指をかけやすいようにここは、ね、このように半径 1.5 センチ程度の半円を打ち込んでおりますね。このような感じになります。そしてうちのブランドは僕も個人的にすごい好きなんですけども、ウォレットチェーンですねを付けられるように小判管を用意しておりますね。基本的に僕結構手ぶらが多いんで、もうウォレットスマホって感じで、タバコとか吸うことがないのでとその2つぐらいしか入れないんですけども、やっぱ結構落ちてくる、ね、危険性もあるっていうことでウォレットチェーンをよく付けているんですけど、まあ、それ用に引っ掛けられるように、ね、つけております。まあ、人によっては鍵をつけたりされる方もいらっしゃるのかな。ちょっと鍵だとウォレット自体にぶつかっちゃったりして、まあ、傷ついてしまう可能性はあるかもしれないんですけども、もしかすると、まあ、キーホルダーとか、いうものをつける方もいらっしゃるかもしれません。こちらは肌色のタイプでした。まあ、続きましてこちらね、丸染めブラックタイプでございます。先ほどと同様に同じヌメ革を私の方で黒に染めました。はい、このようにコバも全部黒に塗りました。オールブラックですね。ステッチは刺入ステッチのナチュラルですね。ナチュラルにすることでこの、ね、ゴールドパーツ
と結構色合いが統一感が出て、2色のこのウォレットの感じ、ツートーンっぽいような感じが、金具がゴールド、糸もゴールド、まあナチュラルなんですけどゴールドっぽい感じ、そして革がブラックと、ちょっとツートーンっぽい感じで、すごいすっきりしますね色味が。はい、開けますとこんな感じですね。開けた時の方がやっぱステッチの感じがすごい目立ちます。黒地の革なんで よりナチュラルの色が映えますね。で今回は別注で引き手を付けさせていただきました。引き手は基本的にプラス500円、ベッドで付けさせていただくことができます。今回はこちらは、同じくユニバーサルか、ユニバーサルのファスナーにセットさせていただいており、同様ですね、このような感じで中も完全真っ黒ですね。もう他の構造は全く一緒で、背面カードポケットで、フロントはライセンスポケット、そしてこちら3段はメインのカード3枚と、ちょうどジャンバホックのメスがここにあるんですけども、それに当たらないギリギリのラインでカードは縦に収納できますので、そちらご安心いただけたらと思います。お札もこんな感じですね。オールブラックもかっこいいですね。金具がステッチと金具がナチュラルとゴールドっていう感じもすごく大人っぽい雰囲気を醸し出しますね。こんな感じですね、はい、で最後3つ目なんですけども、こちらは私の私物となりまして、経年変化した感じもちょっとは、ね、新品と比べて見ていきましょう。はい、私は同じ革でヌメ革ですね、岡染めブラックということで、表面がブラックなんですけども、革の裏面ですとかコバに関しては元々の肌色をそのままを残しております。昔は革を振動しといって全部真っ黒にする技術が当時まだ確立されてなかった頃っていうのがあって、ほんと結構昔の話なんですけども、で表面だけを黒く塗って、それで黒い革製品を製作してたというお話を聞いたことがありますね。はい、ステッチに関してはロービキの黒ですね。やっぱ黒同色ですから、あんまり糸の雰囲気はそんなに、まあ、目立つことはないかもしれません、まあ、さりげない感じですよね。エイジングしてるんで、ちょっとこう比べてみると分かると思うんですけども、全然開きが違います。もうこんだけ開くんで小銭が非常に取りやすい感じではあります。はい、で隠しポケットスペースも結構開きますね。もうこんだけ開くんで、結構すぐにカード取りやすいかなと。そしてお札の部分もだいぶ開きが開くようになりまして、結構普段ここからお札は取るんですけども、もちろんだいぶ取り出しやすくなりました。はい、またそんなとこでしょうかね。他にはまあやっぱ艶が強まってますよね。新品のものと比べるとすごく艶っていうのも強まって、なおかつこのちょっとした小さい傷っていうのがだんだん味になってきてますね。でちょっとジャンバーホックっていうのも少し経年変化しつつあり、ちょっとした傷というかサビというか変化してるのが見受けられます。こんだけ変わりますね。もちろんこの肌色の方もどんどん使っていくうちに濃い飴色へとエイジングしていくんで、その変化っていうのも楽しみですね。はい、ご視聴いただきありがとうございます。まあ、私の方ではですね、カスタムといって革の色でしたりとか、まあ、糸の色、それから金具の色も選べるようになっております。あとはファスナーのメーカーも今はユニバーサルと42タロンの2種類をご用意しているんですけども、まあ、ファスナーの方もね、何か他のメーカーありませんかっていうようなお声があればご相談ください。あとブランドロゴも入れられることはできるんです、入れてるんですけども、ロゴをね、なくしたいっていう方もいらっしゃるので、ロゴをなくすこともできますし、あとはローマ字でよければネーム刻印を入れることもできます。結構カスタムできるようにページを設定しておりますので、ぜひよかったら迷われる方いらっしゃったらご相談くださいませ。あと革もクロメクセル、フォースバットとご用意しております。
また、機会がありましたらこのような動画を撮っていきたいと思います。それではまた。